カニステル見たことある？あ、さっきちょっと見た。じゃあ、あやかちゃんのファーストリアクション、はい。これかぼちゃですもん。かぼちゃの綿です、これは。よく見て、よく、よく見て。いや、私は騙されないです。いやいやいや。前回騙されたので。いやいや、よく見てって。あ、これは、さつまいも、これが、ゆで卵です。うん、うん。これかぼちゃですか？そう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 。これがカニステルですか？そうそうそう。へぇ。すごくない？まあ、もう早速あげよっか。とりあえず卵はやってみよう。あ、卵はみんな食べますよ。うん、卵は普通に食べます。はい、いつも食べてるものなので。かぼちゃやろうか、かぼちゃ。かぼちゃは食べてないですね。食べんかな。お、あ、食べますね。食べてる食べてる。じゃあカニステルあげようか。はい。はい。お、食べた。誰？大福ですね。大福取った。さつまいも。あ、さつまいもなんだそれは。あ、いらないって。大丈夫？食べる人。あ、落とした。え、いらないんですかね。大吉、大吉さっき、あ、あれ。ねえ、大事なんで捨てるの？大福。大福も捨てますね。みんな捨てる。だって卵だとちゃんと食べれますもんね。あ、ベーです。何がいい？これカニステル。バー、ちょっと。ねえ。ちょっと今のは。あ、しげる欲しいって言ってたぶん。しげる。なんでしげるが持ったらそうなるの。しげる。ちょっと大福目の前に来ない。確かに粘土っぽいけど。あ、食べる？食べる？あ、大福食べてる。何その食べ方、大福。くり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 、あれ。でも食べてる食べてる。食べてます。あの顔が黒くて見えない。大丈夫大丈夫。わあ、ちょっと。知らないフルーツ、まだ与えたことないやつでも、はい、好きなやつバクバク食うもんね。おからの時はすっごい持っていきましたね、うん、やっぱり興味があるかないかなんですかね。もう本当にやっぱ好みなのかな。そうですね。一番お猿さんたちが食べそうな果物っぽいけどね、うん、カニステル。そうですね、確かに。大福粘土だと思っている。これで芸術作品を作ろう。陶芸家ですね、これ。粘土の質ダメだ、ぽい。これじゃダメです、みたいな。結論。でれん。生きたカニは好きだけど、カニ捨てるは捨てる。はい、カニ捨てるは捨てる。というのが分かった。はい。イコール。かわいい。何はかわいい。カニ捨てるはかわいい。違う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 。何よと。ガチ。ガチ。今のガチ。かわいい、はい、かわいいということが分かりました。ねえ、大福大福大福、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。